違う。カツオ一切れで好き好きなくなんで思うにゃよ。おうちでお留守番いい子にして待っててなんて言われたけど、ごめんね許してね。この症状は変えられない。もう泣くな泣くなの世界、この性格はきっと正解。可愛い子を他にはいない。家の中の子猫が初めて知るし